はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、オペアンプ MJM の 2114D、 これをですね、中華より取り寄せましたので、まあ本当にね、これ本物かどうかいう音の確認も合わせてですね、ちょっとご紹介したいなと思います。アリさんで注文したんですけど、カザフスタンから送られてきました。約1ヶ月かかりました。購入金額はですね、商品が178円。送料が105円ということで、合計283円でした。これはですね、3ヶ月前ぐらいに購入いたしまして、忘れられていた商品でございます。今現在はですね、商品が213円、送料137円ということで、350円になっております。とりあえず10個セットですのでね、まあ350円にしても、1個35円ということになりますでしょうかね。このですね、ソケットの、まあ、昔は標準だったんですけどね、DIP の8いうやつでしょうかね。このサイズのやつはですね、もう今秋月電子とかね、マルチパーツみたいなところで見てもですね、なかなか入手困難になってましてね、まあ仕方なく中華で買ったいうことになるんですけどね。まあ私自身がこの2114をね、音が気に入ってましてね、まあ今のうちにちょっと、まあ中華もなくならないうちに購入しようかなと思って買ったんですけど、ホームページでね、これ写真が載ってたんですけど、パッと見はね、なんか偽物っぽいようなね感じだったんですけど、これはね、結構現物届いたやつはですね、ちゃんと JRC でね、刻印売ってましてね、なんか本物っぽいんですよね。ちょっと後で音の検証いたしますけどね、とりあえずなんか本物かなみたいな感じでしょうかね、見た目は。はい、これはね、昔秋月で買ったやつの2114DD ですね。 MJM2114DD、 こちらはね D タイプになります。 D よりね DD の方がローノイズになっているそうでございますけどね。最近はオペアンプもだんだん小型化がね進みまして、こういう感じでね、だいぶちっちゃくなってきましたんですよね。このオペアンプはですね、 OPA の2604なんですけど、これもですね、こちらの DIP の8のね、昔普通サイズだったこのオペアンプがね、もう生産終了になりましてね、こういうこの小さいオペアンプしかなくなりましたので、このオペアンプをですね、このちっちゃいやつを買いましてね、でプラスこのゲタを買いましてね、これも自分でハンダしたやつなんですけどね、このオペアンプをこのゲタに取り付けたいう感じになるんですけど、もうこういうね、もう目がね、もうだんだん悪くなってきた人間に対してはね、これは拷問みたいな感じになるんですけど、できればですね、素直にこういう形にもうオペアンプをね、交換できるようなこの昔の標準サイズの大きさがねあってほしいという感じでしょうかね。はい、今ね10個全部チェックしていったんですけど、結論から申しますと、音的にはこれね、多分 MJM2114D に間違いないと思います。これ片っぽね 2114DD、 こちらを指して片ちゃんだけでねずっと変えていったんで、音的には間違いないと思うんですが、残念ながら10個中3個がダメでした。もういろいろね、つなぎ変えたり刺すとこ変えたりいろいろしたんですけどね、残念ながら10分の3は不良品でございました。
これね、どっかのゴミ箱から漁ってきた、あの、オペアンプをね、売っているとかね、そういうんではないでしょうかね、これね。まあ、とりあえずこの残った7個については、音的には、あの、良かったんで。まあ、トータルすると、値段的にはですね、あの、全盛期で、ちゃんとあの、秋月なんかで売られている値段とね、同じぐらいになりますのでね。まあ、微妙ですけどね、今もう、現在在庫がないので、まあ、助かるといえば助かるんですけどね、なんか微妙な感覚になりました。試していくにあたってですね、あの、こういうあの、安物のヘッドアンプなんかがあればね、あの、チェックしていけるんですけどね、まあ、これを買ったからといって最初からね、あのお気に入りのアンプなんかに接続して使うにはね、ちょっと勇気がいるかなと思います。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。